本日始まりました、もちつさんチャンネルです。さあ、もちつ、なんで予備校講師辞めたのに、まだ学校で授業してんのっていうのね、はい、話していこうかなと思います。はい、昨日で春季講習も終わりまして、はい、朝早く起きなくてよしと。まだね、なんで学校の講習に出てるんだっていう風にね、結構来てるんで、まあ、そもそも予備校で講習やってると勘違いしてる人がなんか誹謗中傷コメントしてくるのによくわかんないんですけど、予備校では教えてません、もう。高校にだけ行ってますね。で、高校もレギュラーでは行ってないです。週1とかっていうので行ったりはしません。全部講習だったり、一回代打で出るとかね、そういう時しか行かないですね。だから基本は春季、ゴールデンウィーク、夏季、冬季って感じかな、だけ行って、で、あとは代わりに何かあれば行くって感じになってます。で、まあ、去年度も10校ぐらい行ったのかな ?10 校ぐらい行ってると思いますけど、はい。で、なんでそれを続けているのか、ちゃんと理由があります。まあ、一つ目は、その学校という場でどういうふうにその授業が行われてたりとか、どういう環境で勉強が行われてるのかを知りたいっていうやつですね。やっぱ学校ってこう閉鎖的なんで、わかんないわけですよ。で、それはちゃんとわかりたいっていうのがあります。で、同じように勉強しているそのね、彼ら、彼女たちも、外の世界を知らなすぎるんですよ。で、塾予備校行ってる人は、まあ多少わかるんですけど、大学入試がそもそも全国大会だっていう感覚がなさすぎるんですね。その地方大会で合格している人たちなわけじゃないですか、高校って。で、周りにも同じぐらいのレベルの地方大会の人たちがいるだけなんで、全国の状況がわかってない。まあまあ、自分の高校しか知らないまま受験に行くっていう危険さ。まあ、それを伝えたいっていうのもすごいあるんですね。で、まあ、武田塾で受験相談とかすると、うちの子は大丈夫ですとかね、高校入試の時大丈夫だったんでっていう人がすごくたくさんいるんですよ。いや、その地方大会で大丈夫だったと、全国大会で勝てるは全く違うんですよ。で、マーチぐらいは簡単に行けると勘違いしてる人が多すぎる。そんなことないですからね。そこが、まあ、厄介なところです。っていうのを学校で伝えたいと。で、実際彼らがね、どういう宿題が出ててね、どういった感じで勉強していってるのか。まあ、あるわけですよ。ヴィンテージだったら、こっからここまでみたいにやってるとか、単語だったら、こっからここまでやってるみたいなね。その学校が何の問題集を使ってて、何の単語帳を使っててとかね。どういう英語の指導がなされているとか、そういうのを実際やっぱ見て、聞いて、わかることってたくさんあるんだよ。それを見るのは面白いですよ。だからすっごいレベルの低いとことかね、もう本当に動物で。こんなんレギュラーでやったら死んじゃうよ。頭おかしくなっちゃうけど、ほんのちょっとだけ行く、数日だけ行くやつだから別に耐えられますからね。だって座ってらんないし、みんなの当たり前の学校ってあるわけですよ、この世の中にはね。そういう現実をちゃんと見てみたいっていうのがあるんですよ。普通じゃ経験できないですからね、それはね。なるほど、こんな感じなんだみたいなのがね、よくわかる。まあこれが一つ目ですかね。ただ、もう一個の方がすごく大きい理由です。それは、知識を鈍らせたくない。入試問題に関する知識とかね、まあ出題される語彙だったり、文法だったりの知識はあります。毎年解いてるからね。それを持っとくことは可能なんですけど、ただそれを何も見ずに頭の中から出せるのかって全然違うわけですよ。例えばこの単語の言い換えって、これとこれとこれとこれこれがありますっていうのが出さないと忘れちゃうじゃないですか、人間って。それを授業中にやって自分の頭からちゃんと出すっていうのをやりたいですね。これがすごく大きくて。ね、生徒たちにこれが、ね、頭から出るようにしろ、自分で見えるようにしましょう、自分の頭から出るようにしましょうって言ってるのに、自分が頭から出せないって悲しいじゃないですか。だから僕は授業の教材に絶対メモしていかないし、絶対に頭から出す。ここが来たらこの知識を全部出すっていうのを徹底してるんですね。で、それがやっぱり目の前に生徒がいる状況でやんないと忘れちゃう、やらないと思ってるんですよ。映像授業だったらいくらでもカットできるし、いくらでも調べられちゃうじゃないですか。そう、だから生授業でそれをやってちゃんと自分が出せる。で、あー出てこない出てこないってなったらね、休み時間に調べてもいいし、まあ iPad 授業中に調べてもいいんですけど、とにかく自分の頭から出そうとする、アウトプットをしようとするって、この機会をなくしたくないんですよ。別に授業力がそんな落ちるとは思ってないし、話し方が下手になるとか思ってないわけですね。だから YouTube でいつも話してますから。それよりは知識が出なくなってしまうっていうのは怖いんですよ、かなり。
早計レベルのこう覚えてることが頭の中からパッと出るっていうことができなくなるのが嫌で、それが、まあ、これ一番ですね。一番の理由です。やってるのは。で、予備校でやってた頃っていうのは、それ毎週毎週ね、出す機会があったから、まあ、忘れない、なかなかね。毎週何個コマかね、やってて、そこで何度も何度もアウトプットするから。で、さらには今年はね、何大の何学部でこれが出たとかって言って、どん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 記憶に定着していくん。っていう、これがやりたいんですよ、どうしてもね。だから学校で教えるのは引退してない。まあ趣味の状況なんじゃないかと言われれば趣味の状況ですけど、それによってね、自分がなまらなければ合格に必要なね、知識を与えることができるっていうのもね、できますか。あ、もうもちろんちゃんと言いますよ。自分でできなきゃ意味がないからね。こうやって言って、ああ、そうかそうか、なるほどって言ってね、思ってるだけじゃ意味がないですよ。自分でちゃんとそれを頭の中から出せるように、自分が試験会場でできるようにねっていつも言いますけど。これもね、授業で前から見ててわかるんですよ。ああ、この人はきっとメモするだけになって覚えないタイプだなとかね。アウトプットちゃんとできる子だな、この子はとかっていうのはね、結構わかったりするんですね。そういった意味で、まあ、生涯現役的なところがあるんですよ。別にお金に困ってるわけではないので、全然経営者でもありますしね。YouTube だけでももう全然予備校よりもらってますから。SNS 活動だけでね、自分やっていけるし、経営もしているから。だからお金とかではなくて、その機会を与えてもらっているっていう感覚なんです。だからタクシーでね、行き来しちゃうし、タクシーで行ったらね、その行き来したら1万円近くかかっちゃったりするわけで。で、別にそのタクシー代を請求するわけでもないですから。ね、朝起きるのも苦手なわけじゃないですか。朝辛い。非常にこのね、6日間もあって。あ、で、1日授業ないのに行っちゃったから7日間、朝早く起きたんですよ。すんごい辛かった。で、タクシー代もかかって、朝早起きして辛い。お金もかかって大変。それでもやるんです。絶対に鈍らせたくないからですね。教える、そして問題を解くプレイヤーとしての能力を下げたくないからなんですね。だからやり続けるんです。だ、趣味の段階となってもオファーを受けるっていうのはそういうことです。これが実は僕が教え続けている理由なんですね。はい。分かっていただけましたでしょうか。はい。ぜひともね、動画活動も頑張っていきますので、はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、ちょっとサブチャンネルの方はね、また頻度はちょっと下がるかもしれないですけど、いろいろと、また関西にね、たくさん行くんで。関西出張や岡山出張が出てきますので、またちょっと下がるかもしれませんが、ぜひとも応援よろしくお願いします。最後、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.